ははいこんにちは東大合格受け入りの時田博光です今回は2022年の東京学芸大学附属高校の数学の大問五解説していきたいと思います。さあ行きましょう。さあ今回は第5問ですが第4問に関しても概要欄の方でね、えー、リンクトンで解説動画見れますのでそちらもぜひ見てください。今回はこの第5問に関してです。で、えー、各1何求めるかっていったら角度をね求める問題です。 A とととか B とかか Q B 書いてますこれが、えー、とどこかっていうねのを判断しなきゃいけないのと条件としては角 ACB っていうのが A 度だよっていうふうに書いてるので、まあ、それを探していくという感じですね。で ACB がもうはっきり A 度っていうふうに書いてますので ACBABC っていうのがねどこにあるのかっていうのを、えー、文章から見ていくと,、えー、とこの3点は円周上にあるよって言ってるね。 から円があってで、えー、っとその3点 ABC 見てみたら角 ABC が90度だよって書いてます。いいですか円周上にある3点のところで、えー、角度が90度ってことは、えー、これ AC が直径だということが分かります。ここんなな。感じか AC で、ね、で、ね、えー。B のところが、 まあその他のどっかにあって AB の長さが長くて BC が短いのでこんな感じでしょうかね。よいしょはい、これが ABC とこういう感じです。ここ90度ね。直径に対するここの円周角の部分がえっと90度というのは絶対抑えたいところ。で ACB っていうのでここですねここが A 度だよって言ってる。うん、この白丸したところね。 じゃあ Q がどこにいるのかって見てみると Q っていうのはえっと直線 AP っていうのがなんかあって PQ=PB イコール P B になる点 Q を点 P に関して点んと反対側にあるよとあ言ってます。P がえっとこのえっと個 AB 上動くって言ってますからまあどの辺か分かりません。この辺にしましょうか P で動いて。したらこの A から B って伸ばしていって えー、pb と pq っていうのがまあ等しくなるところ。これが Q だよと。とまあ、こんな風なところかなと思います。よしょで長さが等しいので、今分かってるところと、えー、ここの図形ね、えー、総合してちょっと考えてみると、長さが等しいっていうことは？よいしょ 長さが等しい。ということはこれは二等辺三角形ですよね。二等辺三角形っていうことはこれは反射的にね、底、え、角、ー、が等しいということを言いたい。うん。こことここが等しいよということね。はい、で、えー、っと、あとじゃあどこが分かれば、ああ、で、今欲しいのは AQB っていうことなんですが、A はこの延長線上にありますかこのツが分かればいいってことね。はい ではこの×はどこが分かればいいかって言ったらここが分かるかもしくはここの角度が分かればいいということが分かります。いい、えー、そうするとここの APB に関して言えることっていうのはをねもう一個円書こうかな。えっとこう AB に対しての円周角で言ったらこことここって角度等しいですよね。 今こがだとしたらここの角度とここの、えー、角度っていうのは外角にねこれ当たりますからよいしょここは×が2つ分っていうことが終わります、えー、ということは丸1個分が ×2 つ分ですね 2× で丸1個分って言ったらここ A 度でした、はい、ということは角、えー、AQB っていうのは、えー、2分の え1えー、ってことが分かりますねいいでしょうか外角の性質を使,う使えば、えー、いいわけですねめちゃかみましたでは続いて、えー、括弧に行きましょうでちなみにこの括弧1は、えー、っと特に条件はこのね最初の条件だけで言えますので括弧2括弧3も引き続き言えるっていうことですねよいしょはい続いて括弧に行くと 角 ABQ が9 0よって言っっててます90度ってことははいこんな感じなわけですけど a b q こ,こ9 0十でさっき9 0度の条件ってありましたよね C のとこです、はい。ということは C のところまででここは、a、BC まで,でね、えー、こう延長線上に BC の延長線上に Q がいるんだということがこれ分かります。で今求めたいのは AQ の長さ。 ここの長さですねで直角三角形なのでうんと相似もしくは三平方の定理を使って解くのかなっていうのは予想したいところですね。いいかなで、えー、っと今長さが分かっているところをちょっと考えていきましょう。a p の長さが2 4センチで BC の長さが今7だって言ってて AC のところがここ2 5センチなわけですね。25 えー、ということは、えー、っとあと CQ の長さが分かればあこの AQ の長さね、えー、出てきそうです。うん、じゃあ AC とか AQ のね、えー、っと形をちょっと考えていきましょう。うん、でパッと見た時に、えー、ここ直角ですけどここを図形的に長さがまあとしかしたらここ2 5ンチとかまあ言えるわけですし。 まあ、そうやって、えー、求めるかここが二等分線とかで求める場合もまあありますね。うん、じゃあ、えー、この ACQ に関して何か情報ないかなってのを調べていきましょう。えー、そうするとえー、よいしょ ACQAC AC が先ほどね、えー、直径だったわけです。直径でこんな感じかな。よいしょはい。 でえー、っと今、まあ、分かってるのはここが2 5センチっていうのは分かってて、えー、角度とかについてねなんか言及できるところあるかなっていうのを探っていきましょう。あそうすると、まあ、ここは白、ま、あここが黒丸とかにしましょうかねここ1個の黒丸とかに、えー、してみた時にこの a の部分がどう表せるか。はい AQ の途中に B がいますからねえこんな感じでえいるわけですね。あここ線引かない。あ引いてみるか。でえっとここが黒丸になってますよね。黒丸でえこの CP っていうのはどういうところなのかっていうのをまあ見ていくと CP っていうのはここねえ今、え。ー b q と,こ,れね b とえここの p のところまでの長さが等しいですからここも黒丸なわけですよね。わかりますじゃあここはって言ったらここも円周角で等しいなってのがわかりますね。いということでこれ二等辺三角形なんだってのがわかる。ここ線別にいらななかかったかなじゃあね はい、ということはここ25ってことが分かってあ P いらないですね、はいえー。ということでこれ書き直すと、A、24と7と2乗で32でここ直角三角形で B9 でここはって言ったら三辺方の定理でまあ求めてもいいんですがこれ比率がえっと3対4か。だから3対4対5ですね。 えっと3個分で24ってことは1個分で8なんで8五40ということで AQ が40っていうことが分かりますでしょうか。はい、えー、これでコょ o k ですカッコ三はッコ2の条件引き継いでないんで気をつけましょうこれ成り立ってないですからね。はい、で括弧さ三はねちょっとね あんまりうまい方法はね、えー、思いつかなかったので、えー、っともし皆さんの中でねこういう解き方の方がいいよみたいなのがありましたらぜひ教えていただけたらありがたいです。えーこうえー、っとですねまずこの、A、三角形 ABQ の面積が最大になるときっていう話なんですけど、えー、それ最大になるって言ったら、まあ、一番遠くになるわけですよね。でちょっとまず簡単な。あ よいしょ設計図みたいなね書いていきたいとういうとこなんですがまあ AB がこうあって9ってどこにいたらいいのかみたいな話ですね。<うん S 1> で9ってさっきさえこういうふうに書いてってここ長さがまあ等しくてよいしょこここんな感じでしたよね。でこうよいしょ。 あここの長さとこの長さは等しくないですからね等しい場合もありますし等しくないっていうのが前提にしなきゃいけないんで、えー、でここが、えー、っと2つのねこう90度という感じになっててここの角度っていうのはこの ab の長さが変わらなければここの2つ分の角度ね、えー、ab p っていうのは変わらないわけですから、えー、ここの角度っていうのも固定されるわけですね。 わかりますここの APB っていうのが角度固定されてますから角 AQB のところも固定されるよと。ねこれ先に1分の1っていうふうに表しましたから。ということはこれさ角度が常にこう一定なわけですよ。AQB の角度が一定。ということはどういうことかって言ったらこれ三角形 ABQ っていうのは一つのもっとでかい円周上に乗っかってるってこと。 まあこんな感じ。あとちょっとはみ出たかな。こんなで、えっ、ー、と、A、B がまあこういうふうに、ちょっとこう、垂直みたいなね、垂線みたいな感じで下ろしていった時に、Q がどこにいたら A、B、Q は最大になるかって言ったら、これ当然、よいしょ、よいしょ、垂直二等分線のとこですよね。わかりますか えとここからの幅がね、えー、離れれば離れるほど、えー、と高さがね、えー、大きくなるわけですからここの幅が大きくなるってことはこ9がこの位置にある時っていうことね、まあ、9' でもいいでしょう、はい。まあちょっと便宜上分かりにくいの、ね、で9にしましょうね。ということでここの長ささえ、まあ、分かればあいけそうだと。 いうことですね、今から求めるのが、えー、とこの AQ に対して線分 AP を、まあ、求めるわけですから AP は、ねえー、この AQ 上のところにあるので、まあ、P はこの辺にいるよということです。はいえー、ということは、まあ、図形的に、えー、言ったらどういう、ね、図形書かなければいけないかってちょっとこっち消しますね。よいしょあすると ここ中点なんで M とかにしましょうかはい,いで図がこう AMQ とまあこのあって P がこの辺にあったとした場合えー、ここのこんな感じでね90度90度こう取ってい、えー、くとここ垂線 これねああ平行ですから九十ね平行に取った場合はここの角度とここの角度等しいので相似です。ということはこの比率とここの中どっかの長さが分かれば答えられそうだなっていうのは予想できるかなと思います。いいかな、はい、えっとでもう一つえ言えることとしてはこの AQ のところっていうのがまあなんか一つね こういうい黒丸だったとしましょうか、はい、えー、したら ABQ のねところさっきちょっと思い出してみるとよいしょこんな感じでねちょっと思い出しておくと ABQ がここ一つの黒丸だとしたら P までのところがね、えー、2つのこう黒丸でしたよね。で、えー、ここも黒丸で。 えっていうふうにまあ求まるよという話でした。はいえっと、ですから、えー、ここ黒丸だったらここも黒丸でここ黒丸みたいなことがまあまあ分かりますよね。はい、なのでこういう三角形のところで、えー、具体的になんか計算できるとこないかなっていうのを調べてみるというふうにやっていきましょう。はいえー、で具体的に分かってる図形っていうのは実は ABC ぐらいしかあここなんか R っぽいな。ABC ぐらいしかないので、ABC のところをちょっと見ていきましょうか。はい。そしたら、三角形 ABC のところね。あこれに合わせてちょっと直角をこんな感じにしましょうかね。ABC。で、えっ、ー、と、 この,の ACB のところってどういう図だったかって言ったらこれちょっと思い出してほしいんですけど、えー、先ほどのねこのえー、っと1番で取り組んだあものを考えてたときにここがえー、っと、えー、円周角の関係からここの角度と ここの角度って1対2の関係だったけどそもそもここが2つ丸だったわけでしょう。ね。えー、だとしたらこれってどういう角度かここ P がねこういう角度に、えー、なってますけど ABQ っていうのがこういう角度だったとしたらね AQB がこういう角度1つ丸。ああこれ1つ丸だったらちょっと分かりにくいか。えー、っとここ2つ丸ですね。 なんでかっていうと AQB っていうのが、えー、っと今2つに分けてるので、えー、1つの丸にしましょうそしたらここ4つの丸になるねそしたらここ4つの丸になるそしたらここ90度で4つの丸になるんだけどでここからどうするかっていったらこれ2等分線こうやってピーって引き算すあ引いてみるとここ2つの丸ができますよねわかりますでさらに えー、ここが、まあ、例えば D だとしてさらにこの D と B と C がこうあってさらにこれを線ピーって引いたらここは1個分になりますよね2等分線さらに引いたらでここ E とかにしようか。したら EDC っていうのがこの90度なんでここの図形と相似っていうのが出てくるんですよ。はい ていうことでここの比率をね、えー、っと一個一個ちょっと出してみようかなと思います。具体的なものから攻めていく。これがすごい大事ですね。具体的なものから攻めていく。じゃあ BC の長さはって言ったらさっき7で AC が25で AB の長さ24なんですけど、えー、っと要はこれ二等分線の性質で、えー、こことここの比率はこことここの比率つまりここ7対25ってことなので今この長さが欲しいからね、えー、計算してみると。 全体 24AB の長さ24に対して、えー、と7対25っていうことは全体足したら32でそのうちの 7, 7, か 7, 7つ分ってことね。でこれ計算してみたら BD の長さっていうのが、えー、と4分の、えー、と3で21かっていうふうになります。えー、ということで BD がこれ4分の21っていうふうに分かるんですが。 ここね、えっと、見てみたら、えっと、7を4分,の4分の28なので、えっと、ここの、さっきちょっと分かりにくいから、こうしようか。d、よいしょ。dbc っていうのの、ここが4分の28ね。ということは、えっと、割合で言ったら4。 で、4分の21ってと割合自体は3。ってことは、ここ5ですね。3対4対5。さっきもありましたよね。これ、2個分ですから。ってことは、ここを4分の21だったら、これ1つ分が4分の7ですがここ4分の35ってことがわかります。はい、ね。で、今から求めるのが、ここのさらに2等分線、ピーって引きますので、これで考えていきましょう。はい。 でここは4対5ってことはここも4対5になって1つ分のところを出していくとえっと4分の2 1るえ4対5ってことは9分のここ4つ分ですから4ってことになります。計算したらえっと3分の7かな。はい、で BC 自体がそもそも7ンチでしたから。 これで分かるのが、ちょっとあちこちね、書いて申し訳ないんですが、これで1対3ってことが分かります。これで1対3って分かったので、ちょっとここ消そうかな。はい。よいしょ。2対3って分かったんで、比率でいったら、ここね、えーっと、何でしょう、ここ H とかにして、ここ、さっき E だったから F とかにしようか。はい。えーっと、こんな感じで、 ちょっと直線状にしましょうかなこういう感じですねはいよいしょ三角形の直角三角形こうやって描いてあちょっとうまくいかないです, <laughs> すいませんよいしょよいしょこれぐらいかなよいしょ A で M で9と。 でえー、っと AM っていうのは AB のちょうど半分ですからここ12なわけですね。で、えー、先ほどやったようにこことここの比率っていうのは、えー、1対3でした。ということはここが12だったらここはいくらかっていったら36ですよね。で AQ の長さはっていったらこれ1対3なので、えー、っとルート10か3平方の手でね。 ということは12をルート10倍した12ルート10ってことが分かりました。ここまでいけたね。はい。でそれに対してここの三角形の部分はどうなっているかっていうのを考えてみると、比率は1対3って分かったので、ちょっともう,もう一個書くよ。F で A で M でここが P。でここの長さを例えば T だとしたら、えー、ここが 3T になるね。 でここが9で、えー、っと、ここが H とか、こんな感じになるかな。はい、でここが √10t になるので、まあ、この三角形のどこかが分かれば、求まりそうだなってことが分かります。mh のところもこの 3t でね、えー、ふうに書けるかなと思います、ね、はいここまでいきました。はいで えー、あとはこの t に関して、えー、なんですけどえー、っとこれですねうん、まあ、やり方としては、えー、この mq のところってこのでかい三角でかいね、えー、三角形 abq の円の中,、えー、中心っていうのもどっかここら辺にねオーダッシュみたいなのあるんですけど、えー、その前に、えー、っとこの AB, ab っていうのがあこれね え最初の円一番最初の円ねえ上にもいるわけですよ。そしたらこの AB で垂直二等分線ね引いてったら必ず中心通るんですよ。で中心を O だとしましょうかこんな感じでね。そしたらこの三角形上に O いるんですよ。ちょっとここだけ描くと。 えとどこに、まあ、いるかは分かりませんが、まあ、O がいたり、まあ、O ダッシュいたりとかこんな感じになるはずねさっきのこの、えー、ちっちゃい方の円の中心こっちが、えー、大きい円の中心 O ダッシュだとしましょう、はい、でこれで分かるところが実はありますそれは何かって言ったらちっちゃい円の方は直径 AC が、えー、25でしたからここ半分で2分の25なんですよ半径が2分の25 で、p っていうのは、実は、この円周上のどこかにいるわけですよね。あ、こっちじゃないか。この辺かな。ってことは、OP の長さっていうのは、これ2分の25っていうのは分かってますよね。ということは、ここが2分の25ってことが分かります。いいで、ここの長さはいくらですかとか、ちょっと考えてみましょう。えー、mh のところは、 3T なんでですすけどじゃあ MO ここここのの長長ささがかかればここの長さは分かりそうですね、えー、ちなみにここの pH の長さは全体12なので12から t を引き算したところこんな感じだと言えます。いいでか。じゃあ mo っていうのはどこかって言ったら、えー、先ほどのね、えー、この円で考えてみましたがそれちょっともう一個円書いてみようかな。 はい、そうすると、えー、先ほど言いました AB がこの辺にあって、えー、直角二等辺三角形のところのここ M でこの MO ってこんな感じなわけですよ。わかりますで、えー、AB のこの中点こう12ですからこの MOA、えー、の長さっていうのは半径2分の25。ということは。 これ直角三角形で考えたら MOA ね A でここ12でここ2分の25これ2分のにしたら2分の24でまあ当然だからこれ半分にね2425だったらここ当然90度でえっと2分の7っていうになりますねさっき24725ってところありましたからこういう形になりますということはここ MO が2分の7なので 全体 3t からえ2分の7を引いたら OH の長さが出てきます。はい。ようやく出てきました。はいえー、ということでちょっと邪魔なところを消すとこういう直角三角形がありますのであとは三平方定理を解いておしまいという感じです。長えなっていうね感じなんですけど。 えー、で全部2分のってなっていますからちょっと比率をね、えー、考えて計算してみ、えー、ましょうかねあそうすると、えー、ここまできました、はい、これをえー、っとちょっと上に書いてみようかな式もちょっと大変なんでこれをえー、っと2分のがない状態で書き直してみると2倍した図ねそしたら 6t-7 と 24-2t と ここ25、はい、これで、えー、計算してみましょう三平方の定理ですあそしたらこれとこれの2乗の和は6 t く7これの2乗足すこれの2乗だから 24−2t これの2乗っていうのが25の2乗っていってますはい、えー、t の2乗のところは36と4があるから 40t2 乗ねで、えー、っと t の係数はここあマイナスになるかな で、えー、こっちがマイナス96なのでマイナス 180t になりますね。でここマイナス7と24のところの2乗をしていったらこれ25の2乗とさっき一致するって話でしたからこれイコール0だと。ということは 40t でくくと t く二分の9 2になるよという感じ。T は当然0ではありませんから えー二分,分,、はい、分の9って分かったのでここの部分がね、えー、ここ2分の9倍ってして、えー、答えは p イコール2分の9ルート10っていうふうに、まあ、出ますというふうな話でしたいいでしょうかはいいかがだったでしょうかえっ、ー、とかなりね込み入った過去コさんかなりと込み入ってて、えー、正直ね試験時間中終わらない気が、えー、いたしますはい えこれに気づくよりは他の問題を確実にやった方がえいいかなというような問題でした、はい。なかなか難易度が高い問題だったと思いますが皆さん、えー、こうやってねやったらもっと簡単じゃんっていうのありましたら是非教えていただけたらありがたいです。はい今回は以上です。チャンネル登録・高評価是非よろしくお願いいたします。それではお疲れ様でした。バイバーイ。